イボクロイボクロちゃん北上編。こんにちは、日本全部の市区町村通過中の原由香です。今回はどこかにビューン3回目北上編。北上線に乗って横手から北上のね、車窓を楽しんだ後からスタートします。はい、北上です。いやもうね、暗いですね。でここからね、またどこかに行くっていうのは無理なので、北上駅周辺をいろいろ冒険してきました。なんと道を歩いております。あのね、バスがなくて歩くしかなかったんですよね。なので、まあ 1.6 キロ、まあ2キロ以内なら歩けるだろうと思って、歩いてね、冷麺を食べに行きました。行きましたがね、いやー、このね、アメリカンワールドっていう観覧車があるとこなんですけども、めっちゃね、車がいっぱいあるということに並んでんのかなって思って、怖いなって思いながら入ったんですよ。これ食べたいなと思っていたんですけど、やっぱりね、待ってるんですよ。34分、間に合いません。これ間に合わない、本当に間に合わない。で、アメリカンワールドね、観覧車、こちら200円で乗れるらしいので、もう悲しみを胸に乗りに行ってまいります。ああ、もうマジでお腹空いたよ。観覧車の上から見えるものはゲーム電気と、なんか居酒屋とか、あとこちらにはカラオケ屋さんと、なんかスポーツってか、アメリカンスポーツって書いてある謎のところ、そして目の前にブックスって書いてあるんですね。本屋さんですね。あとなんかあそこはね、いろんなキャラクターグッズ売ってますみたいに書いてあった。で、これが観覧車、なんかパーティー感が出てくるの。ここがてっぺん、で、そこがこの観覧車のてっぺんです。なんかちょっと楽しそうな雰囲気ですね。で、これさ、ブックスだからさ、本だったんですね。今気づきました、本だわ。で、一周回って帰ってきました。はい、いやもうね、これね、本当に閉店間際みたいなところに駆け込んでいったんで、もうね、お釣りないからちょうどで出してって言われました。はい、空腹で歩くのが辛いです。でもね、帰りはバスを発見したんですよ。なのでバスに乗って、駅の近くまで行ってみようと思って、待っております。ただね、このね、バス停がめっちゃ暗いんですよ。本当にこのバス停ちゃんと機能してんのかなって思うぐらいめっちゃめちゃ暗かったんですよ。私ももうね、なんか通過したぐらい存在感がなかった。でもね、ちゃんとね、無事バスに乗ることはできました。はい、なんか都内でも見たことあるような感じします。はい、もらったクッキーが割れました。で、ここスーパーアークスもね、あったんですよ。この辺はいっぱいあるんですね。で、あとね、個性的なイルミネーションがね、道にいっぱいありましたね。はい、こちらはユニバースというスーパーなんですけど、ここでね、いろいろ買いました。ここね、結構いろんなもの揃ってますね。まあ、ご飯、パックのご飯ね、東北限定があるとは知らなくて、まあこれ買ってもね、無駄にはならないだろうということで即買いです。はい、ね、あとはね、駅に行って新幹線乗るだけだわって思ったんですけど、もうお腹すきすぎてもう死ぬと思ったんで、こちらのお店に入りました。あったかいもんが食べたいんですよ。はい、ビーフシチューを頼みました。いや、もうこの湯気がたまりませんね。ごちそうさまでした。いや、車がないとね、辛いですね、北上は本当に。はい、なんとか駅に着いて、あとは新幹線に乗るだけです、本当にね。で、西口なんですよね。で、ここにニューデイズとかあったんで、お弁当買ったりとかしたんですけど、東北新幹線乗り場はですね、東口側なんですよね。なので、新幹線乗り場が結構遠いんですよ。もう全ての電車の線路の下を歩いて、
向こう側に行くって感じですね。はい、ずんだシェイクを見つけたので買いました。そしていよいよ、電車というか新幹線に乗ります。なんかここさ、ホームドアがないからすごいね、新幹線取りやすい。あとなんかめっちゃゆっくり入線してきた。なんだろう、これ普通なのかな。最近はホームドアないから。さて、ここからですね、東京に向かって、帰ります。もうね、はやぶさ、やまびこ、この音色の新幹線乗るのもう慣れたもんですよ。何回乗ってるかもう数えきれない、20回以上乗ってるんじゃないでしょうか。はい、それではさらば北上。いや、もっとねゆっくり明るくて昼間に観光したらまた違った印象があると思うんですけど、まあ真っ暗になってね、6時間際からね何ができるのって、まあ普通そうですよね。まあ東京とかさ、その関東とはやっぱ感覚が違うからね。もう大蔵村はさ、6時で全てのお店もお風呂も何もかも閉まるからね。こちらは農家用機械の佐竹の看板です。佐竹って何だろうと思って調べたら農家用の機械の会社でした。はい、水沢江差し、なかなか聞かない駅名ですけどね。はい、北上のリンゴジュースを飲みます。ね、こんな感じでずっとね乗り続けてるんですけど、前日に降りた古川に着きました。もうね、古川駅前日に降りたんですけども、普通のな電車で行こうとすると2時間半もかかるらしい。この縦のラインですね、まあ、新幹線とちょっと違うからもうちょっとうねうねしてんのかな。いや、でも新幹線だと38分、普通だと2時間半かかります。これさ、並走する山手線なんですよ。かっこよくないと思って撮って、はい、こちらに入れました。こちらはね中央線かな、並走って夢があることない。ない。はい、はい、東京に着きました。あっという間ですね。まあでも196分なんで、やっぱはやぶさよりはのんびりしてますね。もうね、帰ってきたら何もなかった。これだけ空っぽなのもなかなかレアな気がしますね。2回目ぐらいじゃない。はい、どこかにビューンの中吊り広告も、帰りの電車で見ました。はい、今回の記録ですけども、まあ行き520キロ、帰り677キロ、まあ意外と近いですね。で、まあ2万4000歩も歩いたのは、北上駅周辺を歩きまくったせいですね。そしてね、お土産の中で最近いいなって思ったのが、このご当地温泉の素入浴剤、めちゃめちゃ種類あった。もう全部とりあえず買ってきました。ということで今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございます。評価、チャンネル登録よろしくお願いします。この旅の成果は 0.2%、 現在の達成率は 64.9% です。まあまあまあ、いや今回はね、北上駅周辺を回ってうろうろしてたという動画になりますので、特にね移動はしてないんですけども、いやー、ほんと大蔵村良かったですよ。ぜひね、洞窟温泉入ってほしい。あとね、公衆浴場、あれもねかなりハードっていうか、私ですらも知らない昔みたいな。うん、いやちょっとね、なんか知らない人入ってきちゃうと怖いなとは思うんですけど、いやでもね、なかなか貴重な体験できてよかったです。ということで、また来週、原由香でした。バイバーイ。